ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がマクラーレン 600LT スパイダー2019年式4000キロ越しの車両になります。なんかアリーナ店でマクラーレンって結構珍しくないですか？珍しいですね。そうですよね、はい。ちょっとまあ、僕たちのイメージ個人的なイメージでは名古屋店っていうね。あ、そうですね。なんかね、マクラーレンはイメージがあります無類のマクラーレン好きがいますからね、はいはい、いますからね、はい、あのラインナップすごいことになってますけども、はい、アリーナ店で入庫するのは割と珍しいかな、はい、そうですね、まあ、たまたまちょっと今回買取にお話をいただきまして、買取させていただきましたので、ちょっと某名古屋店の店長からもうちによこせと言われましたけど、今回ちょっとできればということで、はい、でまず LT、はい、これって、はい、あのマクラーレン好きな方とか、はい、まあ、スーパーカーいろいろ詳しい方だと、うん、まあ、ピンとくると思うんですけど、はい、なかなか知らないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、はい、LT って何、はい、僕が今回整理してきました、はい、これ LT はロングテールの略なんですね、はい、でロングテールって言われても、はい、いまいちピンとこないじゃないですか。まあまあ、もちろんね、ちょっと長くはなってる分ありますけど、そこじゃないですもんね、はい、でいわゆるところのスペシャルモデルなんですよね、うん、通常のラインナップじゃなくて、うん、役付きのモデルっていう感じになります、はい、そしてですね、その LT がどこから来てるかっていうと、うん、これマクラーレン F1 が最初みたいですね、うん、これ前も歴史語ってましたよね。語ってましたっけ、はい、でも改めて、そうですね、うん、行きましょう。改めてになりますけども、はい、マクラーレン F1 に着いたのが一番最初です、はい、もう伝説の車ですよ、はい、あの、そうですね、でそのマクラーレン F1 っていうのが、はい、そもそもレースでの使用を想定していないロードカーなんです。大体がこうレースを見越して車作ってたりとか、もしくはレースから降りてきた市販車っていうのがこの手の車の場合定番じゃないですか、はいはいはい、じゃなくて F1 の場合だと、もうそもそもレースで使うっていうのは想定してない、もう究極のロードカーっていうところのコンセプトから生まれた車らしいです、うん、あ、そうなんですね、らしいです。なんすけど、まあ、後に GTR って言って、うん、そのマクラーレン F1 のレース仕様が出てきて、はい、うん、ルマンで1位、3位、4位、5位、2位以外全部独占の圧勝だったらしいですよ、はいはい、その翌々年にリアが長いやつが出てきて、はい、さらにそれはもうマイナス100キロ、はい、で GT 選手権で11ラウンド中5ラウンド優勝で、しかもルマンワンツーフィニッシュ、はい、3位との差は30ラップっていう、はい、とてつもない勝ち方をした伝説の車からこの LT っていうのが付けられてるんですよ、はい、で長いことあの LT っていう名前付けられなくって、うん、2015年の 675LT で復活して、はい、まあ、それからスペシャルモデルに付くようになった名前ということで、うん、もうだからただものではないんですよね、うん、そうですね、はい、もう歴史がもう物語ってるというか、ね、まあ、特別な名前ですよね、はいはい、でもベースになってる 570S の時点でかなりもうマクラーレンというと尖ったモデルですけど、はいはいはい、さらにそこが尖って究極のモデルになってると、はい、で今回は割とオプションも満載ということで、はい、外観から詳しく見ていきたいと思います、はい、それでは早速外観からご紹介させていただきたいと思います、はい、でですね、小島さんと、はい、あと視聴者の皆さんにお知らせがございます、はい、あの本日ですね、カメラマンの2人とも別件と、はい、あと体調不良で、はい、あの私視点でお届けいたします、はい、というわけで外観から見ていきたいんですけども、はい、今回オプションいろいろついてるということ で、 そうです、ね、はい、一番目につくところとしては、はい、カーボンのパーツ、はい、あのこの辺全部オプションなんですよね。オプションですね、はい、で 1,2,3、はい、あのいろいろあって有名ですけども、はい、ワンツーついてる、ワンツーついてます、はい、というわけでこの前回りの 600LT、はい、これ造形がえぐいですよね。そうですね、このフロントのカーボンも某店長に言わせるととても珍しいオプションだと。あ、そうなんですか、はい、おっしゃってました、はい、この 600LT の特徴でもあるこの前回りの造形のこの部分、はい、これが全部カーボンになってると、はい、これ写真だと分かりづらいですよね。分かりづらいですけど現車見るとすごい分かりますよね。 そうですね、そしてカーボンも全部この中央に寄ってるデザインというわけでしっかり、これ新車価格のオプションめちゃめちゃ高いと思いますよ。ですよね、はい、だって当然この辺全部ドライカーボンですもんね。そうですね、はい、そして全て空力もデザインされて計算されていると、はい、なのでダウンフォースこれ250キロで、はい、あの100キロぐらいアップするダウンフォースらしいです、はい、で100キロアップですよ、ダウンフォースが。そうね、すごいよね相当っすよね、うん、であと前のこのカメラ、はいはい、これもオプションっすよね。オプションですね、はい、この辺なんかもしっかりついてると。でもう当然新車で売ってませんから、はい、後からいろいろ頼んだりすることもできないわけじゃないですか、はいはい、なんでその辺は中古ですけど、はい、いいオプションの個体かなり今回いいんじゃないかなと、うん、はい、そしてあとは
ちょっと飛ばしちゃいますけど、あ、これフロントのプロテクションも貼ってるので、あ、なるほど、はい、そこはもうアフターになりますけどね、必需品だと思いますんで。今回じゃあこれ前回りだけですか。そうですね、前回りだけですね、はい、プロテクションフィルムが施工されているということで、はい、最近のフィルム本当に透明度が高いので、はい、貼ってるか貼ってないか分かんないですよね、うん、そしてかなり綺麗に貼られてるんで、こういうダクトの複雑な造形なんかもちょっとどこ貼ってるのか分からないぐらいしっかり貼られております。そしてこのフェンダーもしっかりカーボンになってる、はいはい、そして570S と寸法も若干違うんですよね、はい、違いますね、後ろが伸びてるね、はい、はい、なんか47ミリぐらいロングになってる、うん、でも結構皆さん言われるのが、その 570S とそのなんかなんて言いますか、ちょっとこうパワーアップしただけでしょみたいな感じですけど、全然やっぱり知ってる人が語ると全く違う車だって言いますよね。みたいですね、はい、あらゆるところがもう手が加えられて、うん、だからもうそれ一緒にしないでくれって言われますなんか4分の1ぐらい、はい、あの新規のパーツ使ってるらしいですよ。そうですね、はい、というわけで、まあ、足回りは当然エンジンなんかも全て手が入ってると、うん、結構だから皆さん触れられるのはそのヘッドライトのところもね、こう 600LT って書いてあるんです。あ、なるほど、はい、だこれも一見すると570と一緒に見えますけど、はい、見えます。目頭のところに 600LT って書いてあるんですよね、はい、というわけでヘッドライト自体も実は別のヘッドライトが使われてると、はい、そしてちょっと寸法の話に戻りますけど、はい、幅も 570S よりワイドになってるんですよ、はい、少しだけ、はいはい、比べないとわからないぐらいですけど、少しだけワイドになってると。で当然車高の方も8ミリ下がってるんで、はい、もうこれはもう変更っていうより調整っていう感じですよね。そうですね、はい、その辺がブラッシュアップされてると、うん、そして気になる足元の方、はい、もう足元からただものじゃない感出てますけども、うん、まずホイールが軽量の単造ホイールになってると、はい、そしてタイヤ、これもう公道走るタイヤじゃない気がするんですけどそうね、ピレリの P0 トロフェオ R、はい、だ溝がほとんどないやつ、はい、これ雨の日はさすがに要注意ですかね。要注意じゃないですか、パワーもありますからね、はい、というわけでこんな感じの足元。そしてブレーキもカーボンセラミック標準ですけれども、はい、かなり強化されているということで、なんと制動距離が100キロからの制動距離31メートルらしいです、はい、あの宇宙一効くと言われているポルシェと同等、うん、同等991.1 の GT3 とほぼ同じ、はいはい、制動距離らしいです。で200キロ出しても117メートルで止まれるということで、はい、だその辺の制動距離って単純に効く効かないよりかも、うん、ボディ剛性とかバランスがかなり重要みたいですね、うんうん、そうですね。というわけでそんなブレーキも入ってる。そしてサスペンション、あとダンパースプリング、はい、その辺なんかは全部一新されているそうです、はい、フロント 13% この後紹介しますけど、リアに関しては 34% も強化されているそうです、はい。何度か乗らせていただいたことあるんですけど、本当にあのレーシングカーですよね。このレスポンスというかキビキビさ、ね、意外に乗れるんですよね。そう、僕は意外に乗れる方にちょっとなんか、あ、意外に乗れるんだっていう感覚が強かったです、ね、なんか不思議な感覚じゃないですか、うん、スパルタンなんですけど、そうそう、全然こう扱いやすいというか、うん、でもさ、やっぱりこれだけサーキット仕様の車にしてて屋根開けちゃう車を作っちゃうっていうのが僕すごいなと思って。確かに今回スパイダーということで、うん、なんとこの屋根開き、これスタイリング最高ですね。これね、最高ですね本当に。そして各部カーボンになってて、このここですよね、うん、ここもしっかりカーボンになってて、570よりかもこのダクトも大型化されてるそうです、はい、そしてサイドスカートもしっかりカーボン、そして 600LT のエンブレムもついてると。そしてリアも同じくこんな感じで、リアは285、はい、この辺なんかも細かく新車で設定できるということで、はい、今回はこのオレンジ色のキャリパーが装着されています、はい、そしてリアに関しては同じくトロフェオ R で285、3520、このタイヤのサイズが意外だと思ったんですけど、なんかスーパースポーツだったらもっと太くて、ああそうね、なんか太すぎないじゃないですか、はいはい、でもあのコーナリング速度は、うん、違う、675よりかもコーナリングスピード上がってるらしいです、うん、あ、そうなんですね。で本当にこのボディのバランスの良さとセッティングの良さで、うん、そういった部分の性能も引き上げていると。そして後ろに回っていくと、はい、後ろこれカーボンだとだいぶインパクトありますね。ありますね、はい、この大きい面積、はい、しかもだって、あ、一応上下では分かれてるんですよね、うん、けど下側はこの一体のカーボンで全部カーボンという、はい、そしてこのディフューザーのでかさですよ。これ多分市販車で一番でかいぐらいの勢いじゃないですか、フィンのでかさ。あ、フィンねこんなでかい市販車ありますか。太いよね。太いですよね、うん、すごい太い。もう本当に空力のお化けっていう感じです、うん、こんな感じの、これぶつけたら相当高いですよね。高いでしょう。そして地上高も
かなり低いんで、ちょっとリアの、ね、ここはもうすごいあれでしょ、まっすぐでしょ、多分平ら。そうですね、すごい空力はすごい考えてるなって感じがしますね。そしてあと 600LT の特徴的な部分でいくと、はい、このエキゾースト、はいはい、これですよね。なんとここ出しということで、はいはい、そしてこの排気が当たる関係で、はい、ウイングのこの真ん中だけ耐熱の素材になっていると、はいはい、ここですね、ここですね、はいはい、で、600LT になると、うん、570よりかも100キロぐらい軽量化されて、うん、なんと1200キロ台、はい、で基本的には全て軽くなっているらしいんですけど、はい、唯一このウイングのステーだけは重量アップになっているらしいです、うん、ここですか。そうです。おー、ちょっとこう、もともとないものをつけてるじゃないですか、うん、だからそこだけは重量アップらしいですけど、うん、ダウンフォースはかなりアップしてるということで、ね、でもこのマフラーの出方ってやっぱり全然あれですよね、デザインじゃなくちゃんと考えられてるってよく言いますよね。空力もあるし、ね、そのより短い方がやっぱパワーが出るとか、はい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 、そういうのもありますからね。というわけで、まあ、大体スペシャルモデルになるとなんか何本もそうですけど、マフラー上の方に来るのが、うん、あ、そうですね、そうですね、うん、結局なんか後ろ側に発生するこの負圧を軽減する意味合いもあるみたいです、うんうん、重さもあるんじゃないのかな。あ、そうですね、取り回しも圧倒的に短くなってるんで、うんうん、まあ、軽量化の意味合いもあると、うん、そしてあとは何といってもこのデザインじゃないでしょうか、うん、シュリンクラップドデザインでしたっけ、うん、小さく包み込むデザイン。そうそうそう、ね、というわけで各部このつながってるんじゃなくて、はい、かぶさってるデザインなんですよね、すべてが。このクォーターもそうだし、はい、だこれフェラーリにもランボにもない独特なデザインですよね、うん、そうね、ここすごいこう後ろからここから見てもらうとすごいこうなんか芸術的だよね。確かに機能から来るデザインらしいですよ、うんうん、デザインから来る機能じゃなくて、あ、そこら辺がやっぱりすごいよね。こんな感じのエクスエアになっております、はい、じゃあ続いてインテリア、はい、見てみたいと思います。で今回はあの僕がカメラマンなので小島店長にお願いしたいと思います、はい、この開き方ですよね。そうですね、ディヘドラルドア、はい、これマクラーレン の, この特徴的なディヘドラルドアって、うん、あのこれ見た目もそうなんですけど、はい、なんかあの軽量化の意味合いもあるらしいですよ、うん、なんかヒンジの数を減らしたい、はい、というわけでこの1個だけのヒンジで斜め上に持ち上がる機構になっていると。ここからね、ここから上がるからね。あ、そうですね、はい、サイドステップからそのまま上がるんで、でここ見えちゃうから結構傷つくんですよね、うん、はいはい、というわけで今回のお車はここもプロテクションが施工されていると、はい、はい、下側ですよね、はい、ここカーボンだいぶいいっすね。いいですね、はい、下側だと正直そんなに見えないですけど、上に上がるとこう目線の位置までこのカーボンが来るんで、はい、かなり違いがはっきり分かると。そして乗ってみたいと思います、はい、で今回のお車はこの赤って言っていいんですか、ちょっと朱色っぽいオレンジになるんですか。オレンジです。オレンジとこの黒のコンビの内装、はい、そしてほぼ全てこのスウェード調っすね、はい、アルカンになるんですか、これ。アルカンですね、はい、アルカンターラのこの内装になると、はい、そしてダッシュボードも全部ですね、もうほぼレーシングカーじゃないですか。レーシングカーですね。そしてシートはこちらのカーボンのタイプのバケット、うん、でこれオプションでもっとハードなやつありますよね。あるね。なんですけど今回はもう少し乗り降りしやすい、はい、でこれ一見するとカーボンに見えないんですけど、このシェルはしっかりカーボンになってる、うん、あ、見えました、大丈夫です、はい、こんな感じ。そしてステアリングも操作類はもうほぼ最小限、なんかこの手の車ってステアリング結構にぎやかなイメージですけど、いやでもレーシングカーですからね、そうですよね、ほぼスイッチがない、ほぼっていうか全くないですよね、余計なものはつけないですね。そしてこのハンドルについてくるタイプでしたっけ、パドル、はい、そうです、そうです。でしかもパドルもこのシーソーのタイプですよね、はい、はい、反対側を握ると反対側が向こうに行くタイプ、はい、はい、こちらのパドルシフトもついている。でその他その操作関係はこのコラムのところから生えてるレバーで、ここですね、そうですよね、リフターの操作だったりだとか、はい、メニュー画面の操作だったりとかをこの辺ですると選択できる。うるさすぎて聞こえませんインサートで入れときます、はい、でメーターはこのフル液晶のタイプ、はい、こちらになります。そしてマクラーレンこのナビというかこの画面がちょっと難ありって言っていいですか、まあ、ここはしょうがないんじゃないですか。そうですね、なんかこれ聞いたらアンドロイドベースの
ナビというかもうタブレットに近い、はい、システムになってるそうです。で決してまあ使い勝手はそんなによくはないと思うんですけど、まあ、必要最低限、ただこのシンプルさがいいかなっていう気はします。ここはもうしょうがないです、はい、まあ、スマートフォンと合わせて使ってもらえばいいかなっていう感じです、ね。まあ、でもこういうスーパーカーって、まあ、あのやっぱり行く場所を選ぶじゃないですか。そうですね、知らない道あんまり行かないっていうことをちょっと、はい、フォローだけさせてもらいます。そしてセンターのコンソールというかセンターはモード切り替え、シャーシとエンジン別々ですよね、はい、でそれぞれアクティブボタンを押さないと動作しない。そしてシフトと、まあ、この辺はもう何度かご紹介してるんで、はい、飛ばしちゃいます。グローブボックスがちょついてるのと、あとはそのセンターのシフトの前に少しスペースがあるぐらい、ね、なのでそんなにこう荷物が積める感じではないと思いますけど、はい、あと後ろに一応ネットはついてるんですよ。まあまあ後ろの真ん中にネットは、はい、こんな感じで、当然シートはバゲットなので調整はできないんですけど、これ取り付け位置で少しだけ調整はできる。あ、でもいかがですか。十分ですね。剛性ある感じですか。剛性、剛性、シートの剛性は剛性もバッチリでしょ、はい、全然。で視界的には、視界的にはちょっとやっぱり低いなって感じしますね。ちょっと目線の位置にカメラをお願いいたします、うん、はい。なのでちょっとハンドル下げたい、うん、こんな感じですね、はい、私の運転ポジションだと。でもランボーよりかも、タイトさない気がするんですよ。タイトさないですけど、はい、乗りやすいの、もしかしたら裏感だったら裏感の方乗りやすい感じするかな。本当ですか。目線はそんな気がする。でもこの上のルーフは裏感よりかも、うん、高い、視界に入らない。裏感スパイだね。そう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 、あれはもうもうここら辺だから、ね、そんな感じじゃないですか、うん、はい、もうね、それ考えるとだいぶスパイダーだけど乗りやすいというか、うん、なってるかな。運転してみたらね、多分それは感じる気がします、はい、あとメジャーなオプションでいくとオーディオ、はいはい、あんまりオーディオ聞く車でもないと思うんですけど、はい、あのバワーズ&ウィルキンスとか確かオプションであるんですけど、はいはい、今回はそういったのは入ってない。ないですね、はい。そしてあとはよく言われるのはペダル、うん、小島店長いかがですか。まあでもこれ右ハンドルの場合どうなんだろうね。結構寄ってるっす。寄ってるでしょ。寄ってるっす。そんな感じはしない。あ、なるほど、うん、左の方が、うん、でも全体的に中央にこう寄ってる感じ、ね、中央には寄ってる、ね、寄ってますけど違和感は私はそんな感じないですね。まあでももちろん左足の奥はやっぱりどうしても、はい、まあ、マクラーレン全車に言えることだと思うんですけど、うん、少しタイト、そう、はい、全然問題ないです。そして少し中央に寄ってるこんな感じのペダルになってる。そして屋根の開け閉めはこんな感じで、一応時速40キロ3分割って言っていいんですかね。この先頭のこの先端の部分と真ん中とあとリアのこのカバーの、なので締めるとほぼクーペモデルみたいなスタイリングになる、はい、締めたらほぼだからクーペっすよね。クーペです、はい。今ね外で喋ってることも全く聞こえないそれぐらいやっぱりちゃんと、はい、あ、静粛性もある。全然、はい、聞こえてないです。聞こえてない、はい、こんな感じのルーフになっております。じゃあ続いて、はい、前側のトランク見てみたいと思います、はい、マクラーレン結構容量ありますよね。そうね、思いのほか他の比べてみるとあると思います。この深さがあるね、ちょっとね。こういうスタイリングのスーパーカーにしてはかなり深さがあって、うんうん、ポルシェなんかよりこう横とか考えたらどうなんだろうね。ちょっとこう容量ある気が、うん、あるような感じするけど、うん、あの中ぐらいのサイズのスーツケースだったら入っちゃうぐらいの、うん、はい、そして前側にこのシガーがついてるんですけど、はい、そこであれですよね、はい、バッテリーメンテナンス、バッテリーメンテナンスこれですね、はい、で今回純正のものもしっかりついてくるんで、はい、でマクラーレン特にバッテリーを上げちゃいけないんですよね。リチウムイオンなんで。リチウムイオン高いんですよね。高いです、はい。なんでなるべくつないで上げないようにしていただきたいのと、はい、あと上げた時結構大変、大変なんで、ここは本当にこれもうオプションなんですよ、はい、なのでこれは必ず
気をつけていただければと思います。でしかもそれもリチウムイオン用のそうですね、はい、バッテリーメンテナンスもね、そうですね、はい、まあ、そういったものも最初からついてくるんで、はい、まあ、ポイントとしては上げないように使っていただくのがいいのかな、うん、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。とは言ってもあの 600LT もう開かないんですもんね。 570S みたいに真ん中のこの蓋が開くこともなく、これもうボルトで止まってるんですね。なんでほぼメンテナンスはあの全部分解しないとできないということで見えないんですけれども、スペックの方、エンジンの方が 3799cc V8 ツインターボプラス7速 DCT。 これマクラーレのエンジンってあの同じ系統のものがいろんな車種に積まれてるんですよね。でこのエンジンの場合だと MP4 から、まあ、P1 ちょっと仕組み違いますけどまでいろんな車種に積まれてる名機で、馬力の方が名前の通り600馬力620ニュートンで、 570S 比、まあ、そのまま570馬力なんでプラス30馬力、タービンだったりは三菱重工製のタービンらしいです。であのこのエンジンなんですけど、普通の車ってあれ小島さん喋らないですか？喋らまになってるとさ、なんかちょっと喋らないね。で普通の車ってエンジンありきで車が設計されるじゃないですか、はい、でこれ他のマクラーレンの紹介でも言ってるんですけど、うん、あのマクラーレン特に 600LT の場合だとあの先に車のパッケージを決めるんじゃなくって、うん、まあ、ボディだったり足回りだったり、うん、このエンジンのスペースだったりが先に決まって、うん、でそこに収まるエンジンなんですかっていう順番らしいです。でこれっていうのが航空機と一緒らしいですよ、うん、作り方がね。そうです、うん、もう車の形というか、まあ、空力だったりだとか、うん、性能だったりとかっていうのを全部デザインしてから、その要求されるスペックのものを要求される寸法のところに入れるっていうことらしいです、うん、でここに積まれているのがリカルド製のエンジン。なんかマクラーレン F1 はあの例の V12、はい、あれ BMW 製のエンジンなんですよね、はい、そうですね。でそこからこちらに積まれているのはリカルド製のエンジンになっているということで、ここに積める600馬力のエンジンなんですかって言った時に来たのがそのリカルドのエンジン で、うん、でしかもそのベースになっているのが日産の VH のブロック、うん、ただこれ結構いろいろ誤解を生じてて、ネットで調べるといろいろ出てくるんですけど、あの市販車の日産の V8 がそのまま積まれてるわけじゃなくて、あの日産がレースに使ってる V8 のエンジンのコンポーネント、要は基本設計を流用してるらしいです。で日産のエンジンとは何の関係もないという語弊がありますけど、こういう寸法でっていうその基本のコンセプトというか基本設計のところを流用してリカルドが作ってるらしいです。でここに関してはもう英国製へのこだわりがあるんで、うん、まあ、前回 の、 その BMW 製のエンジンから決別して、はいはい、もう搭載されるのは英国製じゃないとダメだということで、うん、一応リカルドが抜擢されてエンジンが搭載されてるらしいです。でちなみになんですけど0-100 2.9秒というとんでもマシンになっております。はい、これ跳ねあったら飛んじゃうよね。飛んでいますね、本当にね、はい、というわけで新都心で飛んでいきたいと思います。ダメですダメです、はい、ダメですか、はい、この後試乗してみたいと思います。はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。はい、はい、ちょっとね車高が低いんで見ながら、はい、はい、行きましょう。うわ久しぶりに乗りました。こんなんでしたっけ 600LT って。どんなんですか。ですね、全てがダイレクトです、はい、だってまず振動すごくないですか。どの振動。エンジンの。あ、エンジン重いのか、はい、すごいこうなんか感じますよね。感じるっすよね、うん、どんだけ硬いエンジンマウントなんですかっていうぐらい、うんうんうん、もうステアリングにもシートにも、うんうん、このエンジンのこう細かいこう、うんうん、っていう、すごっ。そこレーシーなんですよ。普通の車の感覚が全く当てはまらないです、うん、もうとにかくボディめちゃくちゃ硬いし、うん、
でも硬いんだけど軽いし、だから真逆言ってますよね。だからね、真逆じゃ言い方変だけど、静かな車作りじゃないですよね。そうですね、全部を感じる車作りしてる感じで。けど足はなんかいろいろ書いてあったんですけど、うん、強化してあっても、うん、あのスタビなんかは割とこう柔らかめというか、うん、普通の車で考えたら、うん、普通のスポーツカーとかで考えたら割とこう柔らかめのスタビらしいですよ。でもなんだろう、他の例えばランボだったりフェラーリだったりそういう超スパルタンの車に比べたら乗れません？乗れます、全然乗れます、全然乗れますよね。すだってここだってフルカーボンじゃないですか、カーボンっていうか。そうですよね、うん、だ本当にこのカーボンのバスタブにそのまま乗って、うん、それにタイヤホイールがついてるって感じなんですけど、うんうん、うわ足の動きも、うん、だから全然違うんですよね。ボディ一切こう硬いからよれる感じしないし、うん、足だけこうしっかり動いてる感じ、うん、でしかも全てがダイレクトっす、うん、ステアリングもだからちょっと切ったらもうちょっと動くみたいな、うんうん、かといって全然扱いづらさはないっす、うん、ごくごく低速でも全然乗れちゃうっす、うん、だってそのまま走ったらもう4速入っちゃうでしょすげえ。で今ノーマルですよね、両方モードは、はいはいはい、全然低速でも、ただ低速だと当然振動がすごいあるっすね。そしてちょっとシフトダウンして踏んでいいっすか。どうぞ。気持ちいい、気持ちいい。なんかでもちょっと乗らせてもらったんですけど、はい、結構ターボ感なんかあんまなくないじゃないですか。なんか V12 並みの、うん、そのレスポンスとパワーを求めて、うん、あの設計されてるらしいですよ、うん、だからちょっと NA に近いというかそんな感じしますよね。だからもうターボにすると結局そのターボラグとパワーの出方がやっぱり問題なんらしいんですけど、うんうんうん、そこはすごい緻密に計算されてるって書いてありました、うんうん、でも助手席乗ってるじゃないですか。助手席ってやっぱり一番その硬さだったり乗りづらさって感じるじゃないですか。もう全然感じないですよ。あとはすごいこうなんですか、硬くなってても、うん、なんか車と一緒に動ける硬さだと、うんうんうん、そんなに不快に感じないというか、うん、酔うような硬さじゃないじゃないですか、うんうん、だからたまにちょっとなんかまあ、言葉悪いですけど安い足回り付けだった車との硬さとは全然違いますよね、はい、ちゃんと動いて路面と一緒にこう車も体も全部一体で遊びなく動いてる感じですよ、うん、で今開けてますけど風切りも全然風も入ってこないし、わずかにこの僕のちょっと頭頂部にこう風感じるぐらいで、うわすごっ、これめちゃくちゃ楽しいですね。面白いかもしれないこれ。ちょっと語弊あるけどゴーカートのすごい豪華版、うん、もうそういう感じですね、うん、車じゃないそういうカートとかの方に近い、あ間違えた、変なの、はい、ダメよ、失礼しました、はい、ちょっとじゃあ両方この S あれですよね、スポーツでアクティブにしました、はいはい、メーターにも出ますね。あとステアリングがいいんですよね、うん、めっちゃ細い、うん、うわー最高です、はい、こんなただ交差点曲がるだけで楽しい車あります？速い、速いね。で開けてるからかな、マクラーレンの特有のキューンと音があんま聞こえないね。確かにキーンと音しますよね、うんうん、あするわ、するあしてますね、してるね。でもそんなに気にならない、うん、これはいいわやっぱり。でもさっきも話したけど、はい、やっぱりそのなんていうのかな、同じライバル車と比べたらコスパいいですよね。そうですね、うん、気持ちいい、気持ちよすぎる。小島さんこれまっすぐ行ってもいいですか？もういいでしょう今日はありがとうございます。めちゃくちゃ気持ちいい。でもステアリングは本当にすっごいリニアス、うん、何回も言いますけど本当になんかカートに近い気がする、うん、なんかすごいタイヤとこのグリップを感じながらこう切る感じ、うん、ちょっと助手席的にこう前のこの景色を見てるとなんて言ったんですか、本当にこうなんこういう動きじゃなくてこういう横に動く感じ、ステアリングになんか余計なものが入ってる感じしないんですよね、
本当にタイヤを感じながらこう切ってる感じ。あとだから他のこの手の車よりかもすでに重いと思うんですよ、うん、切り応えがある、うん、グイーってだ最初のこの辺も軽さないですもん、うん、本当に遊びの このぐらいはあるんですけど、うん、グイーって本当にあ今こうタイヤがこうなんかこう杖切りしてこうねじれてんなっていうのも感じるぐらいめちゃくちゃリニアなステアリング。そしてブレーキはカーボンセラミックなんで、うん、結構スススっていっちゃうケースね。ただ奥すっごい効くっす。踏んだ最初の時はあんまりこう効かないで後でグッて効く感じです。そうですね。だととにかく加速も何も全部リニアっすね。全然途切れることないですもん。NA みたいな。ブレーキももうブレーキ踏んで再加速ももうすぐこうブーストかかってぐるってこう車前出る感じだし、うん、これはもう非日常はすごい感じますね。でもさっきも今まあ言いましたけど屋根上げてこれを作るってすごいと思います。いやすごいっす。だからもうこのバスタブの部分で剛性が取れてるから、うん、そう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 、別に屋根にその剛性求めてないんで、うん、できるんですよ。それを作っちゃうメーカーっていうのはやっぱりすごいですよね。そうですね。だまたイタリア の, そのスーパースポーツと全然違う車の作り方というか、うん、僕が乗っても感じるぐらい、うん、すごい本当に路面にこう張り付いてる路面と一緒にこう車がもうピタッて法定速度で走ってて、ちょっと飛ばしてみたいっすよね本当に。どこまで行けるのか。あとよく言われるこの辺のエンジンでよく言われるそのクランク、はい、あのクロスプレーンとフラットプレーンがあるじゃないですか、はいはいはい、マクラーレン あんまり有名じゃないけどフラットプレーンらしいっすよ、うん、フェラーリとかと同じ、うん、だそこで全然こう同じ V8 でも音が違う、うん、でも基本的にこうのぶといっすよね。のぶとい、まあ、タービンついてる関係もあると思うんですけど、すごいこう太いパワーが出てる感じの音がするっす。フェラーリみたいに全然甲高い音はしないですけど、うん、だやっぱ独特だよね音がね。独特っすね、だ結構こうクロスプレーンになるとドロドロ音というか、うんうん、ちょっとこうね、うん、あれけどね、ちょっとアメ車じゃないけどね、うん、そうですね。アメ車とか AMG の V8 ってクロスプレーンだから、うんうん、ドロドロ感あるんですけど、うん、まあ、あと排気の取り回し結構でかいみたいです、ね、でかいね。だから同じ BM V8 でも BM だとクロスバンクって言って、うん、排気干渉起きないようにこうやってるから、うん、クロスプレーンでもすごい揃った音するんですけど、うん、でこの揃った音はやっぱり回した時のこう気持ちよさを、うん、最近したんですけどバイクもほとんどクロスプレーンらしいですよ。あ、そうなんだ。4気筒ヤマハぐらいって言ってました。ヤマハはクロスプレーンらしいですけど、だから比べると全然音違うんですよやっぱり。気持ちいい。であとはシートがめちゃくちゃいいっす。今みたいな加速のシーンでも全然こう体が余計に沈み込まないから持ってかれないしね。持ってかれないしこう加速がこう本当にリニアに体に伝わる。だとワンテンポ遅れないですもん。ちょっとそのこれ語弊あるかもしれないんですけど、まあ普通の例えばドイツ車とかのスポーツなんかこうシートあるじゃないですか、プシューってこうちょっとあれっておもちゃっぽく感じられる、ね、これ座っちゃうと、こういうのに乗っちゃうと乗っちゃうとね。だ本当に国によってメーカーによって全然車のその作り方違うなっていうのがすごい分かりやすく分かるっすよね。これ気持ちいい、最高です。最高だねこれね。屋根開きでこれ最高だな、うん、だマクラーレンがこの日本でこんなに評価されてないのが分かんないですよね。いやでもそれは多分どうなんだろう、やっぱりちょっとその信頼性というか、うん、確かにそれは故障という、はい、故障なのかな、まあ、やっぱりどうしてもあるじゃないですか、はい、
それは全く効かないって言ったら嘘になっちゃいますからね、うんうん、そうね。であとはリセール、うん、そうですね。もうやっぱり気にされる方だとちょっとフェラーリとかランボに比べちゃうとやっぱりまあ扱ってる車も少ないですし車屋さんも少ないですし絶対数も少ないんでやっぱ値段つけられないですよね。確かに、うん、だからそこら辺がやっぱり。あと今 600LT スパイダーね某カ、まあ、カーセンサーとかで見ると3台とか4台ぐらいしかないですよね。そうなんですか。少ない少ないですよ。うち2台が名古屋店ですか。いやいや1台うち売れてるんで。いやだから本当に最近あの新車が割とこうハイブリッドになっちゃったりとかあのあんまりこう面白みがなっていう声よく聞くじゃないですか。だったらちょっとマクラーレンまだ乗ったことない所有したことないっていう方は1回乗ってほしいですよね。上げてね上げてね。あ上げます。ちょっと待ってください。これもだからリフターも60キロ超えると自然に下がってくれるリフターなんで、あのもしあなたはねあらかじめ早めに上げておいていただいても、ね、純正遅いっすよね。遅い、もう遅いんで、それはだら僕らがロベルタに慣れすぎちゃってる説は。そうですね、うん、ロベルタがスタンダードになってますから。今もうだってこういう段差で車が斜めになっても寄れる感じ全くしないですよ。そうそうそうさっきだから下がるとき見せたじゃない。だから車の挙動がなんか違う、いつもの車は違うからちょっとどういうふうに動くか分かんなかった。だ本当に箱がそのままこうそ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 ういう感じなんで。いやー一回所有したいっす。しちゃう ?1 ヶ月ぐらいでいいから乗りたいっす。しちゃう、しちゃえるならしちゃえばいいじゃん。本当っすか。でもリセールがって言われるっすけどこれ以上あんまり下がりようがないと思うんですよ僕。そんなことないっすか。だからその車の価値としては下がりようがないと思うんですけど、じゃあ値段つけてってなるとやっぱり難しい部分があるから、やっぱりまあまあそうですね。そんなにこう頻繁に動く流通してる車ではないですから、ないんで。でじゃあでもこれが2000万円を切るのって言ったら、その未来は僕には見えないです、はい、絶対ずっと評価されるんだろうなっていう気がします。でも今回の答えこのクラーも距離少ないんで。そうですね、うん。でマクラーレンって意外に乗りやすかったりするんで結構距離伸びちゃうの多いんですよね。ああ乗れちゃう、はい、いやめちゃくちゃいい車だったっす。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。いやめっちゃいいっすねやっぱり、うん、欲しい。もう全然振動しててもいいっす。キーンって言っててもいいっす。いやいや、はい、それがいいんです。それがいやこれだったらだっていやたもちろんその故障するかもしれないですけど、うん、付き合っていけるっすよ、うん、直してあげようってね、うん、嫌になっちゃう車じゃないと思うなこれ。いや最高です、ありがとうございます、はい。じゃあ最後になりますけども、はい、もう想像通りのところもありつつ、はい、久しぶりに乗らせていただいて、うん、まだまだこう新鮮な感じ、ね、想像を超えるところがある車だと、はい、感じました、はい。今回このような特別なお車、はい、もうオンライン商談がぴったりじゃないですか。そうですね、なかなかやっぱりね日本に何台もあるお車じゃないですから、やっぱり遠方の方からも、ね、ぜひまあ細かいところ見てみたいとか、やっぱりこう動くねドアの開き方とかもやっぱり動きがあるので、そういうのもまあ動画で見てもらえると分かりやすいんじゃないかなと思いますので。え、はい、特に途中でも触れましたけども、はい、この辺の車の個体って結構オプションバラバラそうですよ ね、はいはい、なんでまあ細かく写真で伝わらないところだったりだとか、うん、まあ、正直僕たちもね全部分かってるかっていう と、 ちょっと自信ない部分もあるので、ぜひそこら辺をこう一緒にね画像で見ながら、はい、確認できると思いますので、はい、ぜひオンライン商談もご活用ください。というわけで今回はマクラーレン 600LT スパイダーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。